らしい国先に姫島という島があった。この姫島の東の端に突き出た柱岳花と呼ばれる岬の根元に浮田という漁師の村があった。ある朝一人の王様がこの浮田にやってきた。あんた気ぃつけてな。おお、でっけえ鯛取ってくるでな。酒頼むど。いつもおめえら仲ええな。おめえも早い嫁もらえ。この島には若い女子はおらん。もしあの船の漁師さんかい。うん、そうじゃが。なんか妖怪。すまんが、わしをへぐり島まで乗せて行ってくださらんか。へぐり島といや、行って帰るには一日仕事じゃい。それな遠いとこ、船主のじいさまに聞かにゃわからん。ほれ、あそこがそうじゃい。行って聞いてみ。船主の家に入った坊様は何やら真剣に話し出した。それはとても信じがたい話じゃった。船主のじい様は向かい合ったまましばらく考え込んでおったが、そうですかい、よう打ち明けてくださった。さあさ、遠慮の乗りなされ。おお、みんな、この坊様へぐり島まで連れてってくれや。へえ、ヨーガス。驚いたことに、船は大量の時のようにぐーっと荷足がかかり、船べりが海面近くまで沈み込んでしもた。こりゃ水漏れかもしれん。船底はなんともねえが、あの坊様が乗ったからじゃよ。言うでねえよ。坊様と風呂敷包み一つでこのでっかい船がこんなに沈むかい。漁師たちは手分けして調べてみたが、どこにも異常は見当たらんかった。浜は船出せや。よーし、仕方ねえ、船出だ。発車での、幸い海は穏やかで、ゴチ網漁の船はへぐり島へと向かった。坊様は通り過ぎていく姫島の山をじっと見ておった。もしここらじゃ見かけん坊様じゃが、どっから来なさった？若い頃生まれ育ったへぐり島を旅立ってから、長いことこの姫島の山奥にこもっておりました。山奥に？
いい山奥といや何百年も生きとるという恐ろしい大蛇の夫婦がおるそうじゃ。坊様よ、おらの家の婆様から聞いた話やな、姫島の山奥に深い洞窟があるが、ここにいつの頃からか二匹の夫婦の大蛇が住んどってな、松の大木よりも大きく色は真っ白でな、口は大きく目は真っ赤でギラギラ光っとんじゃ。夜な夜な洞窟を抜け出し餌を探すんじゃが、その目で睨まれたら獣はひとたまりもなくしびれてしもって動けんようになるから、こうして一夜のうちに何頭もの獣を丸飲みにしてしまうんじゃ。それだけじゃねえ、人間が何人も人飲みされたという話じゃい。恐ろしい大蛇じゃ。漁師さんや、昔から大蛇が恐ろしいものと言い伝えられていますがの、大蛇も生き物じゃ。食うものは食う、じゃが人は食わん。それどころか人間には近づかん。昼は洞窟でじっとしており、何十年何百年ずっと昔から夜だけしか出歩かん。それで体が白うなったんじゃの。これが大蛇の佐賀というもんじゃ。人間が恐ろしいものに祭り上げて死ぬかんじゃ。大蛇にとって迷惑な話じゃ。こういう消防様は風呂敷包みの中から壺を取り出し、何やら海に撒き散らした。様、何巻いとるんじゃ。昨年妻を亡くしてしまいましての。坊様に女房がおったんかい。妻は死ぬ間際、今度生まれた時は美しい鯛になってキラキラ光る海で思いっきり泳ぎたいと言いましての、そう言って息を引き取りました。やがて船は順風に乗って坊様の望み通り無事へぐり島に着いた。坊様が船を降り立つと、ぐんと荷足が軽くなり元の空船の重さに戻った。やっぱり坊様じゃ。あれはなんじゃ。見ると不思議なことに、坊様はみるみる大蛇に変わると、まるで霊でも言うように漁師たちの方を振り返ると立っていった。あの坊様が婆様から聞いた大蛇だったのか。そして大蛇は手繰り島の中ほどにある池の中に静かに入っていった。年を取ると生まれ育った在所一番ええもんじゃ。連れ合いをなくして大蛇も寂しかったんじゃろう。坊様に姿を変えて故郷の舳倉島に帰っていったんじゃ。それ以来沖へ出て持ち網を引いてみると、見事な大鯛ばかりの大漁じゃったとな。
そして坊様を乗せた時と同じようにこの船にはギリギリいっぱいの逃がしになるまで鯛が取れた。またこの大蛇の住む舳島には漁師たちがよく水を汲みに行くのじゃが、姫島の漁師たちが行くと必ず濁った池の水が清らかに澄むようになったということじゃ。